で、これは大阪の夏の陣のお話なんですね。で、義時とそれから家康の戦いなんです。で、この千姫が大阪城にいらっしゃいますから、家康としては自分の孫娘を何とか助けたいっていう思いがあります。それで誰かこの姫を助けてくれる者はいないだろうかと言って、諸将を見渡すわけです。なんとなくみんなこう下向いて、私に当たんなきゃいいなという、なんか私がよくやるようなことをなさるわけです。で、その中でこの坂崎出羽の神という方は、それでは私が姫様を助けてまいりますというふうにおっしゃるんです。坂崎出羽の神進みいで。